ジャン・ンンクリストフロマンドマラン前回の続きからです1週間後にクリストフはまた書店へ出かけたこの度は偶然に助けられた入り口で彼は出かけようとするシルバンコーンにぶつかった コーンは捕まったのをを見て顔しめた。しかしクリストフは嬉しさのあまりその充面に気づかなかった彼は例のうるさい調子でコーンの両手を取り訪ねた「旅に行っていたそうだね面白かったかい?」コーンはうなずいたがしかしその顔は和らいでいなかったクリストフは言い続けた 僕が来たのは分かってるだろう話はどうだったえどういう風だい僕のことを言ってくれたろうね返事はどうだったコーンはますます顔を渋めた。クリストフは様子ありげなその態度に驚いた。まるで別人のようだった。君のことは話してみたよ。とコーンは言った。 だだだ。ががまだ結果はわかからなない。暇がなかったんだ君に会った時から実に忙しかった用事がたくさん頭に仕えているんだどうして片付けていいかわからないほどだ全くやりきれない病気にでもなりそうだ気分は優れないのかいとクリストフは気遣わしい調子で尋ねた。 コーンはあざきり気味の一別を注いで答えた「全くいけないこの数日へんてこだ非常に苦しい気持ちがするそりゃ大変だ」とクリストフは彼の腕を取りながら言った「本当に用心したまえ体を休めなければいけないね僕まで余計な心配をかけて本当にすまない」 そう言っってくれりゃよかったのに、に本当にどんな気持ちだい彼が悪い口実をあまり真面目にとっているのでコーンは愉快なおかしさがこみ上げてくるのを努めてお仕掛けしながらも相手の滑稽な純朴さに気が折れてしまった皮肉はユダヤ人らにとって非常に大きな楽しみであってこの点においてはパリにおける キリスト教徒の多くはユダヤ人と同じである。皮肉を浴びせる機会を与えてさえもらうならば、いかに不快なものに対しても、また敵に対してまでも、特に寛大な心を抱くようになるのである。その上コウンはまた自分一心のことをクリストフが心配してくれるのを、感動せずにはいられなかった。 彼は世話をしてやりたい気持ちになった「ちょっと思いついたことがあるんだがね」と彼は言った「稽古の口があるまで学府出版の方の仕事をしないかね」クリストフは即座に承知した「いいことがある」とコーンは言ったある大きな学府出版社の主だった一人で ダニエル・ヘヒトという男と僕は懇意にしているそれに紹介しよう何か仕事があるだろう僕は君の知る通りその方面のことは何にもわからないしかしあの男は本当の音楽家だ君ならわけなく話がまとまるだろう2二人は翌日の会合を訳したコーンはクリストフに恩を着せて追っ払ったので悪い気持ちはしなかった 翌日クリストフはコーンの店へ誘いに来た彼はコーンの勧めによってヘヒトへ見せるために自分の作曲を少し持ってきた二人はヘヒトをオペラ座近くの楽譜店に見いだした二人が入ってくるのを見てもヘヒトは呆然と構えていたコーンのアクシは冷ややかに指先を2本指したし クリストフの儀式ばった挨拶へは答えもしなかったそしてコーンの求めによって2人を従えて隣の部屋へ入った2人に座れとも言わなかった火のない暖炉に持たれて壁を見つめたまま突っ立っていたダニエル・ヘヒトは40年配の背の高い冷静な男できちんと服装を整え 著しくフェニキア人の特徴を有し出入りで不愉快な様子渋めた顔つき黒い毛アッシリアの王様みたいな長い角張ったあごひげを持っていたほとんど真正面に人を見ず冷ややかなぶしつけな話し方をして挨拶までが侮辱の弦のように響いたでもその横平さはむしろ外面的なものだった もちろんそれは彼の性格のうちにある軽蔑的なものとそう応じてはいたがしかしなお一層彼のうちの自動的な虚食的なものから来るのであったこういう種類のヨダヤ人は珍しくないそして世間では彼らのことをあまりよく言わない彼らのひどい豪直さは体と魂との 富士のとんまさ加減に由来することが多いけれども世間ではそれを傲慢のゆえだとしているシルバンコーンはキザの饒舌の調子で大げさに褒め立てながら世話をしようというクリストフを紹介し始めたクリストフは冷ややかな待遇に度を失って帽子と原稿等を手にしながら身をよすっていたコーンの言葉が終わると それまでクリストフの存在を気にもかけないでいたようなヘヒトは軽蔑的にクリストフの方へ顔を向けしかもその顔を眺めもしないでいったクリストフは胸の真ん中を原稿で殴られたようにその言葉を聞いた。 顔が赤くなってきた。彼は憤然と答えたやがてあなたの耳へも入るようになるでしょうヘヒトは真よね一つ動かさなかったあたかもクリストフがそこにいないかのように大然と言い続けた「クラフトいや私は知らない」。 自分に知られていないのはくだらない証拠だと考えるものが世にあるが彼もそういう人物だった彼はドイツ語で続けていったそしてあなたはライン生まれですね音楽に関係する者があちらに多いのは実に驚くほどです自分は音楽家だと思っていないものは一人もないと言ってもいい 彼は冗談を言うつもりであって悪口を言うつもりではなかった。しかしクリストフは曲解した。彼は答え返そうとした。しかしコーンが先に口を出した。ですけれど。と彼はヘヒトへ言った。私だけは音楽を少しも知らないことを認めていただきたいものですね。 それはあなたの名誉ですよ、とヘヒトは答えた「音楽家でないことをあなたが喜ばれるなら」とクリストフは冷ややかに言った「残念ですが私はもう用はありません」ヘヒトはやはり横を向きながら同じ無関心な調子で言った。 あなたは音楽を書いたことがあるそうですね。何を書きましたか。もとよりリードでしょう。リードと二つのシンフォニーと公共詞や四重奏曲やピアノの組曲や舞台音楽などです。とクリストフは無気になって言った。ドイツではたくさん書くものですね。 とヘヒトは軽蔑的な丁寧さで言ったこの信頼の男がそんなにたくさんの作品を書いていてしかも自分ダニエル・ヘヒトがそれを知らないだけに彼はなお一層疑念を抱いていたとにかくと彼は言ったあなたに仕事を頼んでもいいです友人のハミルドさんの推薦があるのでただね 今ちょうど青年奏書という奏書物を作っています。たやすいピアノの曲を出すのです。で、シューマンのシャニクサイを簡単にして、してやろくてやはってに直すことをあなたにしてもらいましょうか。クリストフは飛び上がった。そんなことをさせるんですか僕に僕にその率直な僕にという言葉に、 コーンは面白がった。しかしエイトは気分を害した様子をした「あなたの驚くわけが私には分からない」と彼は言った「そうたやすい仕事ではないですよ優しすぎるように思われるならなお結構です今にわかることですあなたは立派な音楽家だと自分で言ってるし私もそう信ずべきですが」 しかし要するに私はあなたを知りません。彼は心の中でこう思っていた。こんな元気なやつの口ぶりではまるでヨハネス・ブラームスより立派なものが描けるとでも言うようだ。クリストフは返事もしないで怒りを抑えようと誓っていたからである。頭に深く帽子をかぶり、 そして扉の方へ進んでいったコーンは笑いながらそれを引き止めた「待ちたまえまあ待ちたまえ」と彼は言ったそしてエヒトの方へ向いたあなたに判断してもらうためにちょうど作品を少し持ってきてるんですそう。 ヘヒトは迷惑そうに言ったでは拝見しましょうかクリストフは一言も言わないで原稿を差し出したヘヒトは存在に目を注いだ何ですかピアノ組曲一日ああやはり表大学ですね彼は無関心を装いながらも 深いい注意を払っって読んでいった。彼は立派な音楽家で自分の職業に明るかったがもとよりそれ以上には出ていなかった彼は初めの小説を少し読むや否や相手の進化をすっかり感じたそして軽蔑的な様子で楽譜をめくりながら口をつぐんでしまった楽譜の示している才能に ひどく心を打たれた。れしかし元来の不愛想作のためにまたクリストフのやり方に自尊心を害されていたためにそれを少しも示さなかった彼は一つの音符をも見落とさないで黙って終わりまで読んだ「なるほど」と彼は保護者的な調子でついに。 かなりよくかけている激しい非難の方がクリストフにはもっと尺に触らなかったかもしれないそんなことを言ってもらう必要はありませんと彼は激行して言ったそれでもとヘヒトは言った このの曲をを見せる以上はは私の考えを聞くためではな「いですかいやちっともそんなら」とヘヒトはむっとして言った「あなたが何を求めに来たのか私にはわからない」「僕は仕事を求めに来たので他のことは求めません」 全国行った仕事以外には当分やっていただきたいこともありませんあの仕事にしても確かにお頼みするかどうかわからないお頼みするかもしれないと言っただけです他に方法はないのですか僕のような音楽家を使うのにあなたのような音楽家ですってとヘヒトは侮辱的な皮肉の調子で言って 少なくともあなたに劣らないほどの立派な音楽家でそういう仕事を対面に関わると思わなかった人がいくらもありますいちいち直させてもいいですが今パリで直しられているある人たちはかえってそれを私に感謝していました「それは彼らが卑劣だからだ」とクリストフは叫び出した。